噛んで。噛めないね。はい。じゃちょっと。右上1と2が脱臼を起こして、打球で脱臼ってあの肩がバコって外れることあるでしょ、YouTube でほら肩戻しますって、あらーっつって、だけどそれ戻すと結構痛いけど、で、ちょっと起きちゃって、もうペロンペロンやな、これ、奥さんちょっと立って。こっちから、こっちから、こっちから見て。ほら、上って。こっちはほら、あれ？これも動くよやん、ペロンペロン。ありゃー、これ、そいでだばい。これ、ダメだ、こりゃ。ここもペロンペロンやな、こりゃ。やけん、もう今日は無理やり、腫れるのを分かって、痛みが出るかもしらんけど、ぐーっと、ほら、もうこの時点で、押さえて、固定するか、スーパーボンドで、それかもう抜いちゃうしかないね。抜くっちても左もペロペロやけん、ここ2本だけ抜くのか、もうこっちもダメやん、ふにゃふにゃしてこれ。それも刺せば？これも刺せば。とりあえずじゃあスーパーボンドで固定でいいんですか？もうやっぱりも腫れて、あの明日、アヒルの唇みたいになってるかもしれないですよ。すごいっす。固定した方がいいそね。のスーパーボンドで固定したら、いや、やけん拒絶反応っつって、炎症の五大兆候って、炎症が5つ症状あるんですけど、腫れて、傷んで、赤く、熱を持ち、噛めない、主張、発赤、疼痛、痛みね、発熱、機能障害って噛めない、5つの症状が出るかもしれんけん、今でも押したら痛いじゃんけん、もう、いつ、1時間前でしょ？でやきけんるもうかも。肉がこうグーって穴を圧迫しとくかもしれんけん、押したらもう耐え難い痛み。やけん今これから固定しても夜ははははって耐え難い痛みがあるかもしれんけん、もうどうするって話なんです。やけん押したところを再現するとギューってこれが耐えられるかちゃんし。いくよ、もっと押すよ。あーら。ピニャーンってまた戻ってくるんですよ。ほら、逃げようやん、君。だけど戻せるのかって、脱臼っていうのは肩がバコって抜けて、戻しますって言ったら戻すの。麻酔しちゃうと、ここにほら、麻酔液が溜まるけん、入らなくなるやろ、元の位置に。空洞に戻したいけど、ただ君が耐えられないんですよ。ということは、これは残せるのかっていう話になってしまうんですよ。ということは、抜歯やったら、もう、ここもペロペロやけん、ここなくなると、ブリッジかけれないんですよ。したら、もうインプラントつって、15万から40万。で、入れば、ほんほんあして、はい、面白いビデオコーナーで、100歳のおばあちゃんに、はい、おばあちゃん、ケーキの、ろうそくの火消して、ふーしたら、スパーって飛んでくるやろ。やけど、もう今日はほら、救急やけん。日曜日の今何時よ、夜9時やけん。どうするかは君の判断と奥様の判断に委ねられているのです。どうされたい？奥様もなんか死んだかもしれない 君の、応急処置はそのスーパーそうボンそうド。そう、だけど、超耐え難い痛みになったら、すいません、さっき来たのですけど、また来たい、有料。だけど、もうこれはもうちょっと打ち方が悪かったって話ね。思いっきり口からいっと。おでこからいったらおでこ怪我しただけやけど、鼻打ったくっとけん、これ、鼻。これ鼻打って、唇やけ。だけど、こっから思いっきりガファン、ボケーって。だけど、よほど顔から突っ込んだって話ね。ファインカーですね。そうそうそう。先生的にはどがんがよかと思いますいやいや、もう今日、これ拒絶反応って言ってほら、5つの症状が出るけん、残せるのかって、いや、戻そうとしたら、やめてくれーって逃げようやん。ということは、本当は戻せんやろみたいな。戻して夜痛くなる可能性があるけん。こんな痛い思いするなら、
もう先生抜い取ってくれたらよかったやーって捨て台詞吐く人がもううち過去に何人かおるけん、ただ抜くしかないよって言って抜いたらインプラントですよって言われたらほら竹っつね、で入れ歯ですよって言ったら入れ歯嫌だった、本当は残せたんじゃないのかなっていう人がおるかもしらんけん、自分で選んでもらうのですよ。あれ噛んで、ん噛んで少し開けて、はい、もうここペロペロとここもペロペロ、うん、抜いちゃうから、はい、噛んで、はい、まず左側から、あ、はい、はい、抜くよねん、逃げたかね、危ないき、はい、目開けて抜きました、噛んで上顎、はい、左右1212を抜歯しております。今度はあとこっち側、はい、もう顔からこけたけどね、はい、けどね、かわいそうやけど、いきます、抜きました、目開けて、うん、はい、こっち、はい、あと止血処理する、今痛みどうなった、いや、ないもん、ないもんだから、はい、はい、ちょっと開けて、ちょっとかわいそうやけど、ちょっと歯がなんもなくなっちゃった、うん、噛んで、これ噛めるやろ、はい、下のあ、左右もないけどね、しょうがない、はい、はい、閉じて血処理するっけね。はい、血が止まってまーす、うん、痛みどうなっと、いや大丈夫です、大丈夫、ここのこっち向いて、これがかさぶた、血止まっとるやろ、うん、